こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、歴史人物読み上げカルタ地図記号フラッシュカードを始めました大好評ですという動画を公開しましたあこうしたカルタやフラッシュカードの結果を今回は検証するということでお話をしていこうと思います、えー、歴史人物カルタの効果ということでこんなデータが見つかりました2009年12月の結果 とというここで、これ向こう山型社会セミナーで発表したものなんですけれども6年生16名に歴史人物カルタ、これ40名扱ってます20枚ずつ2セットに分けてあるものなんですけれどもこれを4月から授業時間の初めに毎時間2回ずつ実施しましたとその結果なんですけれども。 はいえー、その結果なんですけども、問題数16、16名の、ね、歴史人物が出ています、イラストがあって、その業績が簡単に書いてあって、その下に人物名を書くという記述付きの問題です、えー、そこに正答数の分布があるんですけれども、正答数が10問以下の子が1人もいませんでした、定着率が非常に高いことがわかります、16人全員答えられた子が、ね、16名中5名。 そして15問答えられた子が16名中4名というですから10人が、ね、ほぼ完璧に答えていることができているわけですね。えー、しかもです、ね、楽しみながら覚えることができ子どもたちに最後まで大人気でした。これまで何回か話をしてきましたが社会科は調べ学習です。暗記学習ではありません。えー、ただし覚えて、ね、犯した方がいいこともあります。例えば歴史人物。 これはですね、覚えておいた方がはるかに学習が豊かになります。そこでどうするのかということなんですけども、覚えさせることと考えさせることを分けて授業をするということですね。えー、例えば、歴史人物カかるたなら、授業の単元に関係なく、ずっと4月から順番にやっていくわけです。 えー、それらはね、えー、ちょっとここでも紹介しましたがフラッシュカードやカルタ小テストでね、えー、毎日少しずつ取り入れていくといいと思いますちなみに小学校で覚えさせなければいけないことこれは私のね考えなんですけども3年生なら八方位と地図記号4年生なら都道府県名の位置と名前5年生なら六大陸3回を主な国名10か国程度 6年生だったら主な歴史人物20名程度この程度を覚えさせておけば十分だと思います、えー、ちなみにですね3年生の八方位と地図記号の結果も今出てきていますこれもね大変いい成果が出ていました、まあ、こうやって覚えさせることと、ね、考えさせることを分けて授業すると大変ねいい成果が出てくると思いますはいご視聴ありがとうございました先生方の教材研究のお役に立てば幸いです